うわ、うまそう。手かけてきたね。うまっ。芋で食った高木のが一番うまいかもしれない。柿濃厚よ。はい、どうも、クビタネです。今日はベランダで嫁と柿たこ焼きを食べたいと思います。今日はこの大容量ポータブルバッテリーを使ってたこ焼き焼いてみたいと思います。はい、たこ焼き器使って大体630W ぐらいです。種はもうあらかじめ作りました。で、具材がこの柿ですね。あとは紅生姜、あとは天かすに青のりですね。天かすなんですけど、もうこの種に先入れちゃいます。すごいたこ焼きがふわふわになります。これね、めちゃくちゃ美味しくなるんで、一回ダムサイダムとやってみてください。ちょっとビールだけ先いただきます。まずはこのギネスをいただきたいと思います。いただきます。最高。そしたら牡蠣ですね。牡蠣がかなり大きいんで、一個このぐらいで。うわ、うまそう。感じで、さあ焼いていきます。いよいよ牡蠣投入します。うまそう。これはいい感じ。いや、このベランダでたこ焼きめっちゃいいですね。すごい無心で何も考えないんで結構楽しいです。やっぱたまに焼きたくなりますね。手かけてきたね。食べへん。え、よいしょい。これは牡蠣。牡蠣めっちゃうまそうやで。綺麗な上手や、うん、ちょっと軽く多め、うん、もうビビビビって、うん、さっさ、それ、うん、出た。うわ、いい感じ。でかっ。うまそうやで。すげえ。はい、いただきます。いただきます。うん、やばいなこれ。うまっ。芋で食った高木のが一番うまいかもしれない。あっ、あおった。楽しみ、おいしいだ。これ超うまいねんけど。ビビったなこれ。タコより合うぞそれな。ね、これは最高やな。ちょっと、うん、牡蠣の汁もさ、うん、たこ焼きの生地の中入ってうまなってるよ。そう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 、生地だけでもうまいわ。うん、うん、これな、食べられへん人間だけ。めっちゃうまい。ほら。身長派やな。え、どんな感じでやる？90度。え、90度にするすればいいの？90度行ってから、それからまたさらに。あ、綺麗や。いただきます。あ、うまい。うまい。醤油合う。うまっ。なんか外がカリカリにしたね。うん、これ美味しいね。めちゃくちゃうまいな。超うまい。柿濃厚や。うん、で、俺が言ってもらった。別にええよ。言ったらあかんことないよ。もしかしたポータブルバッテリー今までメモリあと2個残ってます。始まる時3つやったんで、やっぱり結構残ってますね。50分ぐらい使ってました、ね、これ、こんだけ使えたら多分車内でも高くできそうです。またベランダでもいろいろやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃうまかったな。牡蠣のエキスがさ、閉じ込められるやん、高木の中に。そうそうそう。オイスターソース、オイスター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 、オイ、
ベースバーチャーです。4回打っちゃう。